もはや語り尽くされた感のあるシン・ゴジラですが、映画館に行かなかった私はブルーレイを買いました。やったか。やっぱり面白いですよ。まだ見ていないっていう方はぜひご覧になることをお勧めします。と言ってもゴジラといえば日本人の固定概念みたいなもんにもなってますからね。まだ見ていないっていう人はそもそもこうゴジラに興味がないか、もしくは逆に敬遠している、ゴジラっていうタイトルだけで敬遠しているのかもしれません。この動画を見ることで、ああそれやったら見てみようかなって思ってくれる人が出てくると幸いです。ということでちょっと切り口を変えて新ゴジラに出てこないものを紹介していきたいと思います。1、怪獣バトル。ゴジラといえばほとんどの作品で敵怪獣が出てきてそれとのバトルが見どころだったりするんですが、新ゴジラにはそれは一切出てきません。怪獣対怪獣というシナリオに子供っぽさみたいなものを感じている人にとってはその心配は無用です。2、超兵器。同じく多くのゴジラの作品では怪獣をやっつけるための架空の兵器が登場するんですが、シン・ゴジラに登場する兵器は基本的には実在の兵器ばかりで、自衛隊が保有している兵器とか、あるいは米軍が保有している兵器とか、そういうものだけが登場します。まあ逆にそれがリアルな恐怖感を感じさせてくれたりするんですけども、少なくともシン・ゴジラには男のロマン砲みたいなものとか、あるいは奥様うっとりレーザー的な兵器は登場しませんので、そういうものにアレルギーがある人も大丈夫です。3、超能力やオカルト。一部の作品ではそれが物語の重要なパートになっていたりするんですけども、シン・ゴジラにはそういったものは登場しません。4、安っぽいラブロマンス。ありません。5、雰囲気をぶち壊すコメディ。ありません。簡単な感想、一応主役みたいな人はいるんですけども、物語はこう群像劇ですね。この人にはこういう使命がある、あの人にはああいう使命があるみたいな感じで、だから誰が見てもわかるというか、視聴者が第三者となってこう一歩下がって見ているみたいな感じになるので、ゴジラだから避けているっていう人でも心地よいというか違和感を感じることなく見ることができると思います。あと石原さとみの片言がどうのこうの言ってる人がいるんですけども、まあ僕にとってはどうでもいい小さいことですね。さっきは視聴者が一歩引いた感じに置かれるっていう話をしたんですが、ゴジラをこう災害とか、それから最近のこうきな臭い話題とかに置き換えると、いつか僕たちが現実に遭遇するかもしれないよっていう内容の話でした。なので強要はするつもりはまだないんですが、僕は見ておいてよかったなという映画でしたね。他の作品と比べると、ゴジラ自体がもう30作品以上作られてるので、まあ言うたらこううどんみたいになってるわけですよ。天ぷらうどんがあればきつねうどんがありの、あとまあちょっと変わったところでカレーうどんがあったりとか皿うどんがあったりとかっていう感じで、それがこう作品の味付けで、あとはまあその麺職人である監督によって麺であるゴジラのこう出来も違ってくるんで、あれですよ、誰かがこれこれは見ておいた方がいいよって言った場合は単にその人の好みを押し付けたいだけの場合が多いので、まあそれでちょっと気になったら見てみて、でそれで好きになったらそれでいいでしょうし、まあまあ自分に合わないなって思ったら無理に好きになる必要はないと思います。雰囲気が近いものを挙げると、やっぱり初代1954年のゴジラと、あと1984年のゴジラだと思います。シン・ゴジラ含めたこの3つは叙事詩だと思うので、他のゴジラやあといろんな特撮のオマージュも随所に散りばめられているんですが、まあ、初めてこういうのを見るっていう人にとっては関係のない話ですね。個人的には、僕は世代的に映画館で初めて見たのが VS シリーズで、でその後ビデオ借りたりとかでケーブルテレビで見たりとかで、まあ、結局ゴジラシリーズ全部見たんですけども、やっぱり最初に見たものの印象が強く残ってて、まああえて一つ選ぶのであれば
やっぱりゴジラ VS ビオランテです。この作品は、まあ、今でも時々見てます。あとオープニングで一番テンションが上がるのは VS メカゴジラで、何も考えず気楽に見たいなっていう時はゴジラ対メガロとか、あとあのファイナルウォーズとかを見てますね。で逆にちょっと深刻に考えたいなっていう時とかはゴジラ対ヘドラと、あと GMK まとめ。そんな感じでこの春からブルーレイとか DVD とか、あとレンタルとかが充実してきていますので、見る機会逃していたっていう方はぜひご覧になることをお勧めします。今だと映画を見るのにネット配信なんかも便利ですよね。あのもちろん違法ダウンロードとかじゃなくてちゃんとしたやつですけど、ちなみに Amazon ビデオで購入ダウンロードすると今現在の、ね、価格ですが2500円で、レンタルだとレンタルもできるんですけど48時間500円でこのシンゴジラを視聴することができます。で僕もディスクを買う前に1回レンタルしたんですが、あのレンタルのものでもこの iPhone とかのデバイスにダウンロードすることができるんですよ。これかなりいいですよ。で、あの移動中にね見たりすることができますしね、まあ、ちょっと画面は小さいですけども。あと Amazon さん、できれば Amazon ビデオであのゴジラアイランドの方の配信もお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらお気に入り、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。